女型の巨人により右翼側が壊滅した調査兵団だったが、撤退はせずそのまま巨大種の森へと侵入した。兵長、ここ森ですよ。こんな場所じゃ巨人の接近に気づけません。分かりきったことをピーピーわめくな。もうそんなことできるわけねえだろ。お前ら剣を抜け。それが姿を現すとしたら一瞬だ。背後より増援。走れ。俺たちはこのまま馬で駆ける。今は前を向いて進め。兵長、立体軌道に移りましょう。兵長、指示を。やりましょう。あいつは危険です。俺たちがやるべきです。お前なんかに手こずってる暇はないんだ。お前らの仕事は何だ。その時々の感情に身を任せるだけだ。そうじゃなかったはずだ。この班の使命、そこのクソガキに傷一つつけないよう尽くすことだ。命の限りだ。了解です兵長。この班のみんな俺の監視だ。救援助かりました。追ってくる巨人を足止めします。早い。奴が接近してきます。エレンを失ったら終わりだ。これ以上近づかれるな。相手してる。仲間を死ね。味方が戦ってます。早く援護しなければやられます。エレン、前を向け。歩調を乱すな。最高速度を保て。なぜリヴァイ班がやらなくて誰があいつを止められるんですか。ここで時間を費やすわけには。助かる。ありがとうございます。すぐに目標の巨人の方に向かいます。見たか。すぐに片付けてやるぞ。俺の敵じゃない。死んだ。助けられたかもしれないのに。すみません。後方に回って巨人を止めます。援護感謝します。後ろは任せてください。どうしてやるしかねえ。行くぞ。また戦ってる味方がいます。今ならまだ間に合う。エレン、前を向いて走りなさい。戦いから目を背けろって言うんですか。仲間を見殺しにして逃げろって。面白いやつがしやがった。やだ、押されてるじゃない。見殺しにする理由がわかりません。それを説明しない理由もダメです。それがわからないのはお前がまだひよっこだからだ。黙って従え。もう大丈夫。私はまだやれる。遅い。さっさと決めろ。進みます。目標加速します。走れ。このまま逃げ切る。兵長、進め。俺とは一旦別行動だ。適切な距離であの巨人からエレンを隠せ。いいな。まさかあの巨人を生け捕りに。どうだエレン、あの巨人を捕らえたんだぞ。これが調査兵団の力だ。なめてんじゃねえぞバーカ。わかったか。はい。女型の巨人の動きは止まったようだな。まだ油断はできない。しかしよくこのポイントまで誘導してくれた。後列の班が命を落として戦ってくれたおかげで時間を稼げた。あれがなければ不可能だった。そうか。そうだ、彼らのおかげでこいつの同じの中にいるやつと会える。中で小便漏らしてねえといいんだが。なんだと。くそ。あの長官、ふざけた命令しやがって。当初の兵団拠点作りの作戦を放棄して森に入る巨人を食い止めろだと。目的も何も分かりやしねえじゃん。それじゃあどうするの。どうするってそりゃ命令に従う。巨人を森に入れない。お前もそうするべきだと思うんだろうアルミン。何やら分け知り顔だが。そもそも作戦の本当の目的が何であれ、団長はもっと多くの兵に作戦を教えておくべきだったんじゃねえのか。こんなやり方、余計な死人を増やすだけだろうが。いや、団長は間違ってないよ。非情かもしれないけど、僕はそれでいいと思う。じゃん。僕は大して長くも生きてないけど、確信してることがあるんだ。何かを変えることのできる人間がいるとすれば、その人はきっと大事なものを捨てることができる人だ。化け物をもしのぐ必要に迫られたのなら、人間性をも捨て去ることができる人のことだ。何も捨てることができない人には何も変えることはできないだろう。前方より巨人接近。ちっ、行くぞアルミン。巨人接近。ここで食い止める。各員戦闘開始。迷惑かけてごめん。森の入り口の守備は防衛班が担当する。各班は防衛班に近づく巨人を排除せよ。巨人を森の中に入れなきゃいいんだ。防衛班がやられて巨人が森へ入ったら僕らの負けだ。死守しないと。巨人が森の入り口へ接近。頼んだよ頼んだよ。了解だ。頼んだよ。な場所じゃ立体起動装置が活かせん。あの召喚頼んだよ、頼んだよ。やったぞ。頼んだよ。救援要請か。待ってろ。あっちでクリスタのファンが苦戦してるみたいだ。どうしよう。負けるもんか。負けるもんか。頼んだよ。頼んだよ。僕だってやってやる。頼んだよ。分かったぜ。怖くなんかないぞ。頼んだよ。やったぜ。頼んだよ。やったぞ。よし、周囲の敵は何とかやっつけたぞ。報告、巨人の大軍が接近中。現在索敵班が足止めしています。まだ時間はある。他にできることはないか。負けるもんか。頼んだよ。分かったぜ。組合通り。頼んだよ。逃げるわけにはいかない。誰か援護を。手を貸すよ。なんかないぞ。頼んだよ。救援要請だ。頼んだよ。頼んだよ。了解。頼んだよ。負けるもんか。頼んだよ。分かったぜ。頼んだよ。了解。やったぞ。こっちはもう大丈夫だ。クリスタは欠員が出た班の援護に回れ。はい。アルミン、私も一緒に行くよ。ああ、助かる。よし、行こうぜ。同期の連中は無事だろうな。助けが必要だな。頼んだよ。分かったぜ。できた。行くぞ、シンベ。頼んだよ。はい、やりますよ。頼んだよ。行くよ。頼んだよ。助かりました、アルミン。私たちはここを守ってればいいんですね。あの色を助けに行かなきゃ。巨人め、誰か手を貸せ。今助けるから。あっちは5人もいる班か。向こうにも配送があったはずだ。確保すれば有利になる。よかった、無事だったんだ。新兵、お前はそっちの班の援護へ行け。ここは俺たちに任せろ。はい。おいクリスタ、お前についていく。頼んだよ。僕だってやってやる。負けてたまるか。シンペイ、無茶するなよ。やったぞ。あの女、助けに行かなきゃダメか。大変だよ。大変だよ。すまねえな。ここは俺たちの班が守っておく。ああ、頼んだよ。あっちは苦戦してるみたい。時間がない、急がないと。精鋭班が足止めされている。誰か援護を。ミカサのいる班か。彼らと合流できれば。行くんだ。頼んだよ。負けるもんか。くそ、鬱陶しい巨人が。誰か援護を頼む。ああ、任せてくれ。頼んだよ。分かったぜ。索敵班が突破されたようだ。巨人が来るぞ。各員、巨人を一匹も森へ入れるな。死守せよ。もらっていく。怖くなんかないぞ。頼んだよ。怪我がなさそうでよかった。ライナー、ここは私たちに任せて、欠員が出た班の援護に回って。了解です。クリスタ、俺もお前らに同行するぞ。飛行士だ。俺たちを無視して森へ向かっていく。まずい、止めなきゃ。かかってこい、アホー。分かったよ。巨人に仕上がれ。巨人め、邪魔はさせない。ミカサ、援護するよ。行くな。クソ、今回の作戦はまだ終わんねえのか。頼んだよ。分かったよ。大丈夫？無事だったの？ああ、平気だ。結婚しよう。怖くなんかないぞ。頼んだよ。分かったぜ。頼んだよ。分かった。頼んだよ。分かったよ。頼んだよ。負けるもんか。頼んだよ。負けるもんか。頼んだよ。ありがとう。私は入り口の守りを固める。ああ、頼んだ。迷惑かけてごめん。ありゃ急いで助けろってことだな。補給班、巨人と交戦中。補給物資の運搬中に襲われるなんてまずい。援護してくれ。ベルトルト、今助けるよ。頼んだよ。負けるもんか。僕にはこれが限界か。頼んだよ。できた。頼んだよ。負けるもんか。ヤバそうな巨人が出てきたぞ。やつを森に入れちゃダメだ。止めないと。行くんだ。頼んだよ。わかった。頼んだよ。わかったぜ。なんとかなった。てめえ、びっくりしたじゃねえか。エルヴィン、におうぞ。方角は全方位から多数同時に。なんだこいつら、一斉に森の中に。おいてめえ、さっき何かしやがったな。女型の巨人を狙っているのか。全方位から巨人出現。戦闘開始。女型の巨人を死守せよ。森の西側に集結し、陣形を再展開。カラネスクに帰還せよ。やられたよ。なんて面だ。てめえ、そりゃ敵には全てを捨て去る覚悟があったということだ。まさか自分ごと巨人に食わせて情報を抹消するとは。俺の班のところへ戻る。奴らそう遠くへ行ってなければいいが。待てリヴァイ、ガスと刃を補充していく。時間が惜しい。十分足りると思うが、なぜだ。命令だ、従え。了解だエルヴィン、お前の判断を信じよう。エルヴィン、どうしてリヴァイに補給させたの？時間がないのに。以前君が言っていた推論を思い出したからだ。超大型巨人が消えた時、中身は立体起動装置をあらかじめ装備していたから、蒸気に紛れて素早く逃げられた。今回も同じことが言えると思わないか。女型の中身が我々と同じ装備をまとい、兵士に紛れ込んでいた。